では、下半身の全体を鍛えたいと思います。始める前にまずつま先と両足のつま先と膝が同じ方向に向いているか、はい、確認をしながら、はい、ではゆっくり立ち上がっていきます。はい、ではもう一度座りましょう。はい、向きが確認ができたら足を少し椅子の方に近づけてもらって、はい、もう一度下を見ながら立ち上がっていきます。はい、で立ち上がった時には膝は伸ばしきらないように軽く曲げておいてください。膝関節を痛める恐れがあります。はい、ではこのまま椅子に座っていきますが、今度は軽くお尻が触れたらすぐに立ち上がりましょう。はい、もう一度、そしてたまに下を見ながらつま先と膝が同じ方向か見ながら行きましょう。はい、では今度は両手を前に伸ばしてバランスを取りながら一様に、はい、軽くお尻が触れたらすぐに立ち上がりましょう。はい、太ももをしっかりと意識してください。はい、では両手を肩に置きます。そして肘をしっかり上げて、はい、背筋も伸ばしていきましょう。はい、同じように、はい、しゃがんで軽くお尻が触れたらすぐに立ち上がります。立ち上がった時には膝は伸ばしきらないように、そして足だけではなくって背筋を伸ばしてますので、お腹も背中もですね、意識をして、そして目線はできるだけまっすぐ前を見てみてください。しゃがみながらお尻をしっかり後ろに出して、はい、そして椅子に軽く触れたらすぐにまた立ち上がりましょう。はい、太ももだけではなくって腹筋も背中も、そして肩甲骨のあたりもしっかりと意識をしながらですね、この運動を1日に20回3セットやっていきましょう。はい、では太ももの付け根を鍛えたいと思います。まず椅子の左側に立ちましょう。はい、そして、左手を椅子に添えて、そして、右手は腰に当ててください。はい、そして、このまままず一度右足をゆっくりおへその高さまで上げてみてください。はい、ではゆっくり下ろしましょう。で今度は支えている左足、左の膝を軽く曲げてもらって、はい、同じように右膝をおへその高さまで上げてみてください。はい、ではゆっくり下ろしていきます。はい、では3回目、はい、右膝を上げて右側の太ももの付け根をしっかりと意識してください。はい、ゆっくり下ろします。はい、では4回目、はい、右膝を上げて支えている左足にもしっかりと力を入れましょう。はい、ゆっくり下ろしていきます。はい、では最後にもう一度、はい、右膝を上げて、はい、ここで5つ数えていきます。1、2、3、4、5、はい、ゆっくり下ろしていきます。はい、では今度は反対いきます。右手を椅子に添えてもらって、はい、そして、左手は腰に当てましょう。はい、まず左足を上げていきます。おへそのあたりまで膝が上がるようにしましょう。はい、ではゆっくり下ろします。はい、今度は支えている右足の膝も軽く曲げて安定させてあげてください。そして左足をおへその高さまで上げます。はい、ゆっくり下ろしていきましょう。はい、では3回目です。はい、もう一度左足を膝を上げて、はい、左側の太ももの付け根を意識しながらしていきましょう。はい、では4回目、はい、ゆっくり上げて、はい、ここで止めて、さらに、はい、支えていく右足もしっかりと力を入れてあげてください。はい、下ろしていきます。はい、では最後にもう一度左足を上げて、そして5つ数えていきます。1、2、3、4、5、はい、ゆっくり下ろしていきます。はい、ではこれをですね、左右5回ずつ1日